はい、どうも、無職のあられです。いや、天皇賞参考レース、今回は3レース見ていきたいと思います。イエーイ。ということで、まあね、登録者ちょっと増えてきたんで、ちょっとチャンネル登録と、高評価絶対にお願いします。まあ、ということで、天皇賞春、過去5年のレース結果はこちら。まあね、過去2年こんな感じでやってます。22年、21年が、阪神競馬場でやってるということで、まあ、今年は京都競馬場になるということで、まあ、あれなんですけど、まあ、大体ね、まあ、ベテランのジョッキーが来たり、まあ、外国人ジョッキーもね、成績がいいっていうのが、そんな感じが天皇賞春になってるかなと思っております。まあね、ということで、まあ、大体阪神大賞典や日経賞組がまあ中心かなということで、じゃあ1本目、阪神大賞典いきたいと思います。イエーイ。イントネーションは私ですね。阪神大賞典。それではレースをご覧ください。スタートしました。揃っています。ディープボンド、いいスタート、いいダッシュ、押しています。長いんですよ。しかし、その内から11番のアフリカンゴールド、主張します。まあ、アフリカンゴールド行きましたね。阪神大賞典は、まあ、ボルドック風樹が有馬記念2着で単勝1倍台ですよね。まあ、人気集まって、まあ、それだったんですけど、まあ、ジャスティン・パレスが、3番手前ぐらいにつけて、うん、まあいいかなっていう感じでしたけど、阪神大賞典ね、いいんですよ。内はさがなく9番のゼーゲンが追走、各馬これから3、4コーナーの中間地点へとかかります。その後にメロディーレーン後方から3頭目、あとは愛知6番のノーチカルチャートが続いております。一番後ろから運ぶのが5番の名称です。まだ全然3分の1も終わってない感じなんで、各馬が3、4コーナー中間、これから4コーナーです。さあ11番のさあ、やっぱりディープボンドがちょっとね、あれなんですよね。さあペースを刻みます。2番手の位置に13番のディープボンドで1周目正面スタンド前です。まあ6歳の馬なんでね、まあ、リピーターのレースでは手の賞はリピーターのレースではあるんですけどね、どうなんですかね。まあまあちょっと枠もありましたしね。人気2頭を前に見る形、そしてブレイクアップがいっております。さらにその外からはアイアンバロー、言うてね、やっぱり4歳世代がやっぱり今年強いと思うんですよね。なので今年5、6歳の馬はカルジンワンも蹴散らされるんじゃないかなと僕は思ってるんで、まあ楽しみであるんですけどね。さあ各馬が1コーナーをカーブしていきます。1コーナーカーブし終えて2コーナー、11番のアフリカンゴールドがラップを刻んでリード。まだアフリカンゴールドがね、粘ってまして、そして2番手の位置ディープボンドがつけています。3番手の位置、まあね、外は12番の白に長いですね。そして内首差で3番のジャスティンパレスが続いております。直後7番のブレイクアップです。さらにその直後ですが、ボルドグ風刺は後位、そして内差がなく4番のサンレーポケットが並んでいます。少し馬群が開きました。アイアンバローズ、そして9番のゼーゲンと並んで、その2馬身後方に2番のユーキャンスマイル。ルメールジョッキうまいですよ、長距離も。まあ、テノシャルもね、フェイエルマンで取ったりとか、まあ、いろいろありますけど、今年のジャスティン・パレスやっぱりね、いい馬見つけたんじゃないかなと思いますね。徐々にペースが上がりますが、残り800を通過、突き放した11番のアフリカンゴールのリード、まあ、ディープボンドがね、いい感じで上がってきて、でここでボルドクーシュもね、外から行くんですけど、接近してくる。そして間を突いてきて12番の白に食い下がっている。外まくるように上がっていった8番のアイアンバローズだ。こうじーっと溜めてね、進路開くところを待ってるんですよね、このジャスティンパレスが。結構ね、ここで詰まりそうになったんですけど、抜けて、おー、来た。ボルドグ風刺はね、まあ、もう足使っちゃってますから、もう完勝ですよね。ジャスティンパレス先頭、2馬身とリードを取った。アフリカンゴールドね、結構粘るんですけどね。惜しい。阪神大賞典でした。まあね、前走阪神大賞典組の成績はこちら。まあね、こんな感じで2、4、14、17ってなるんですが、ちょっとねここね、もう本当にこれ絶対買ってほしい情報あります。それがこちら、阪神大賞典組、勝ち馬成績こう2、2、2、3。まあね。こうなってくるともうね、今回勝った馬っていうのはこちら、もうジャスティンパレス来た。僕大好きです、もうこの馬。まあね、ちょっと2、2、3、2、3ってことは、まあ今年そうですね、ジャスティンパレスディープサンクでやっぱりこういった馬ね、
もうやっぱり京都、いかにも京都走りそうですし、なおかつルメールジョッキーが継続騎乗であるなれば、まあ普通に考えてもこのまま行くんじゃないかなと僕は思っております。まあ、あとね、もう一頭注目馬がこちら、ゴルドクフッシュ。やっぱね、この馬ね、やっぱり言いたいのは、そのあのこのね、菊花賞、有馬記念、阪神大賞典、まあね、こう共に2着、やっぱね、この絵に描いたもうシルバーコレクター、もうね、こういう馬はね、もう絶対なんかね、2、3着になっちゃうんですよね。まあ、今回もね、阪神大賞典単勝1倍台っていう人気であれだったんですけど、結果、まあ、ジャスティンパレスが、まあ、うまーく乗られて負けてしまったということなんですけど、まあね、今年の4歳の世代がやっぱ強いんで、僕はもうこのね、今年はまあ天皇賞はワンツーなんじゃないかなということで、まあ、阪神大賞典のあれになっています。特にね、まあ、これ以降の馬はそんなにいないんで、そうですね、ごめんなさい。以上、阪神大賞典でした。次のレースはこちら、日経賞来ました。日経賞ね、じゃあこれ早速見ていきたいと思います。どうぞ。スタートしました。アスクビクターボアがね、出遅れちゃうんですよね、飛び上がっちゃって。もう最高峰からの競馬で、もうまあタイトルホルダーは内枠入ってましてね、よかったですね。ただね、59キロ背負ってるんですよ、金量が。だからやっぱどうなのかなと思ったんですけどね。もう圧巻のレースですよ。イワシング後ろ7番のアリストテレス、9番のアスクビクターモア、まず後方から4番手に上がりました。直線コースに入ります。10番マイネルファンロン、1番コトブキテティス、4番ライラックと続いています。桜が見守り、拍手に送られた出走馬12頭、ね、ディアスティマが3番手につけて、まあ、結局前決着とありますよね。5番のディアスティマ並んでいきます。2馬身後ろの3番手の位置に3番キングオブドラゴン、まあ、2着のボッケリーも中断っていうことなので、まああれなんですけど、まあもうアスクビクターもはもう後方からの競馬になっちゃったら、まあね、成績出してるのが基本的にアスクビクターも前に先行の乗り方なんで、ダービーもそうですし、菊花賞も先行なので、まあもうね、出遅れた時点でああってなりましたね。外に8番カントル、あとは1馬身差、11番マカオンドール、ただタイトルホルダーもね、ディアスティマが結構ずっと、まあ、ちょっとつける展開になってるんですけど、まあうまいこと残りましたよね。ただな、今回、まあ、京都記念なんですけど、過去2年日経賞組が勝ってるっていうのもあるんですけどね。タイトルホルダーは下手な京都でどういう風な競馬になるかっていうのが課題なんでしょうね。阪神になったらね、よかったんですけど。ここから突き放すんですよね、3コーナーここでも。ディアスティマもね、外から動いていって12番のヒートオンビート、インコースから3番のキングオブドラゴンです。4コーナーにかかります。この一角に6番ボッケリーに、さらには8番カントル、もうアスクビクターモアももう外から持っていくんですけど、まあもう後の祭りっすよね。次に6番ボッケリーに、3番手争いは内から5番のディアスティマ、まあ、後ろもね、さらには12番のヒートオンビート、差し届くのが難しい展開になってるので、2番手争いに加わる、突き放す、後続が離れていく、これだ、これがタイトルホルダーだ、圧勝のゴールイン、2着は6番ボッケリー、以上、日経賞でした。日経賞組、成績こちら、まあね、4、2、3、43、まあね、まあ、ちょっと気になるデータがあるんですよ、こちら、前走、日経賞6着以下、すごいですね、こんな00017ってことはですよ、まあね、ちょっと多分人気になると思うんですけど、こちら、まあね、アスクビクターモアが9着破れちゃったということで、まあスタートでね、もう やったなっていうあれだったんですけど、まあね、これがどうなのかなということなんですけど、まあ、過去のデータ的に、まあ、日経賞6着以下から巻き返した馬がいないっていうのはあるんですけど、まあ、このレースをね、まあ、度外視という農家にするか、まあまあね、ちゃんと受け止めるか、これによって、ね、まあ、ディープサンクで、昨年の菊花賞馬、まあ、京都はね、絶対走りそうな雰囲気もあるんで、まあ、ここはちょっと難しい一頭になっちゃったかなと思います。そして日経賞勝った馬、こちら
注目馬なんですけど、こちらもタイトルホルダー来ましたね。まあ、昨年の覇者であり、まあ、日経賞もね、このね59キロ、まあね、でそれであのレースでしたね。まあ、ババも展開もまあ向いたとはいえ、アスクビクターモアとね競り合うのかなっていうふうに見てたんですけど、まあ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 良かったなっていうんですけどね。ただね、まあ、ポイントはこちらですよね。阪神三冠と言われてるこの馬で今年京都なんですよ。なので過去2年あれですね、ワールドプレミアタイトルホルダーは日経賞から、天皇賞走って阪神の天皇賞春で勝ってるんですけど、今年は京都ということなので、まあ、京都開催で行われてるのは阪神大賞典、AJCC、まあ、有馬記念ということなので、日経賞の勝ってないですよね。なので今回タイトルホルダーどうなのかなということで、去年はしかもあれじゃないですか、あのカートジョッキーが乗ってた馬が空馬でなっちゃって、もう本当にあのね抜群のあの2番手空馬が2番手追走で、もうすごいタイトルホルダーにはもう恵まれた天皇賞春だったので、これがねまたちょっとまあまあでも多分ね圧倒的一番人気になる可能性があるんで、そうなるんだればまあ他の若い方でも行きたいなと思うので、ここはちょっとねオッズを見たい展開かなというのが、以上僕の日経賞でした。すいません。次のレースはこちらダイヤモンドステークスということで、ダイヤモンドステークス見ていきたいと思います。どうぞ。スタートしました。ダイヤモンドステークス3400ありますからね、これも長いんですよね本当に。ミドールがそれをスーッとかわしていきました。さらに15番のウィンキートスが一気に先頭に立ってリードを2馬身3馬身と広げました。2番手に7番カウディールが上がって3コーナーのカーブ、キュミドールをかわしてそこから13番大勢モナーク3番手に上がります。まあ、結局内枠で決まったというか、12番のマリノアズラがそれに続いて人気薄の馬もね突っ込んできてということで、あとは2馬身差、11番スタッドリーが中段の前の位置、そしてそのうちには6番のアスクワイルドモアの追走、その集団の外から8番のエクセランスが最後終的に差し切ればなるんで根性勝負みたいな。先手を取ったのは15番のウィンキートス、リードを2馬身取っています。2番手に7番のカウディーリョ、その後ろも2馬身差、3番手に13番大勢モナーク、インコース差がなく5番のヒミドール、直後にはヒミドールはまあ5番手あたりを内立ち沿いを追走してということで、その後ろ1馬身差12番マリノアズラ、それから1馬身外に11番サッドリー、内が6番のアスクワイルドモア、2馬身相手2番のシルブロンは中段から後ろの位置、そして1番キスラー、あとは2馬身16番ベスビアナイト、2馬身3番トラストケンシンに10番名称天元、4馬身離れて14番当選完備な最高峰です。そうっすね、第1コーナーのカーブを迎えます。逃げる15番ウィンキートス、リードは2馬身、ウィンキートスが逃げる展開で3番体勢モナーク、それから2馬身差、ここは固まって9番ベローチェロ、前行った馬が結構きつい流れになったということで、まあヒュミドール2着で、まあ、これは5番手以降で指してということなんですけど、後半の方になるとねペース上がってくるんで、ソロジーも4歳なんですよね、まあ、オルフェーブル3区私4歳強いと思うんですよね。だからまあ中心は4歳なのかな。タイトルホルダー、なんかゴールドシップみたいな感じもするしな。あ、ゴールドシップは京都走ってるんですけど、いやね、さあ逃げる15番のウィンキートス、リードは体半分ぐらい、そこからじわじわっと11番スタッドリーがさあ並んでいって3コーナーのカーブ、離れた3番手13番大勢モナーク、その内から7番カウディール、8番のレクセランス、内9番ベローチオロ、直後ヒュミドール、さらにマリノアズラが並んで、その後ろに4番のミクソロジーと2番のシルボーが内立ち沿いをもうね取った馬がやっぱり強いんですよ。もうロスなく、もうあくまでねあれもやっぱり内役がいいっていうのはあるんですけど、体勢もなく内はカウディーリョ、そうには8番のレクセランス固まって、第4コーナー600を通過、ベローチオロ、そこからシルブロンが上がっていく、マリノアズラ4コーナーから直線へ馬群の沿い出したのが4番のミクソロジー、さらには追って追ってベスビアナイト、内にいたのにもう外に持ち出しましたからね。
さあ先頭は外から2番のシルブロンが当たった。そして4番のミクソロジー、この2頭が京都走れそうっすよね。ミクソロジー8番のレクセランスを置き去りにした。さらには外から16番ヒミドールは内をついてということで、内をついては5番のヒミドール。さあ抜けたのは4番のミクソロジー、最内スルスルとヒミドール、そしてミクソロジー、3番でシルブロン、ヒミドール、ミクソロジー並んでゴールイン。さあ以上でダイヤモンドステークスでした。ちょっとあの前走じあの天皇賞春なんですけど、天皇前走あの G3 組の成績こちらもう、ね、0、1ちょっとね広くなっちゃうんですけど、まあ、そのうち馬券に2頭になってる馬が、ダイヤモンドステークス組のこの2頭、15年フェイムゲーム2着、22年、テオイロイヤル3着ともに、ダイヤモンドステークスを勝った馬ということなので、まあ、もう2着以下はちょっと申し訳ないんですけど、本当なかったことにさせてもらって、それで、まあ勝った馬、それがこちらミクソロジー来ましたよ。まあね、勢いのある4歳、そして4連勝中の馬、そしてねオルフェーブル3区、まあ、騎手がね若手ホープ高流星騎手、まあでもね、いいんじゃないですか。まあ、ちょっとね僕的には、まあ、このまま今回多分そんな人気にならないんで、まあ、5番人気以下ぐらいの多分俺の中の想定なんですけど、まあねちょっとポイントとしてなんですけど、こちらステイゴールド系はもう本当ね京都走るんで本当に京都開催の時にステフペリオだパフォーマープロミスだ、まあ、レインボーライン、まあ、レインボーラインもそうですね、人気、まあ、上位人気だったんですけど、まあまあ、ステイゴールド3区やっぱ穴を開けているのが京都の開催時の天皇賞春、まあ、まあ面白いことに、ね、21年22年はステイゴールド系来なかったということなので、オルフェーブルもねステイゴールドに お父さんに、ステイゴールドがいるということなので、これはもう激走のチャンスあるんじゃないかなと思ってて、だからね今年4歳ちょっと俺は注目したいなと思ってるのが、まあ以上がダイヤモンドステークス見解でした。ということで、3本、参考レース見させていただきました。各レースの、まあ、まとめが、まあ、こちらですね。まあね中心は、阪神大商店組の4歳、まあ、その次が、まあ、タイトルホルダー、タイトルホルダーね阪神じゃないからどうなのみたいな感じで、まあ、ちょっとね59キロで強い勝ち方をしたので、まあねこのまま同じレースできるのっていうのは僕は疑問が残ります。でもう一個に、日経賞はアスケビクタモア、9着、巻き返し難しいか問題、まあねそういったものね。でまああとダイヤモンドステークスは、まあ、ちょっと勝ち馬ちょっとね本番も走っても面白いんじゃないかなというのがこの以上天皇賞春の参考レースでした。すいません、まあ、こんな感じで、G1 の参考レース見させてもらってます。まあ、来週もね G1 来週再来週もう6月の上旬まで、G1 あるので、まあ、こんな感じで参考レースとあと予想動画上げたいと思います。まあねちょっと感想や、皆さんの注目馬コメントとかにも書いてください。あと高評価チャンネル登録もよろしくお願いします。以上無職の新井でした。さよなら。